でもね、もうちょっとしたら満開の桜もね、桜吹雪のようになって、その時もまたすごく素敵なんじゃないかなと思うんですけれども、もう一曲ね、桜にちなんだ歌ということで、これも大変ね、有名な歌を歌わせていただきたいと思います。今もね、なんかコンビニとかでたまに流れたりもしていて、ね、出たのはもうだいぶ前の歌になるんですけれども、いまだにね、人気のある曲なんだなと思います。チェリーさんの、スピッツさんの曲で、失礼しました。間違えましたね。スピッツさんの曲で、チェリー歌わせていただきます。道を行く奪った手の太陽と夢を渡る黄色い砂は二度と戻れない。すぐりあと転げた日、きっと想像した以上に騒がしくない。